それもカバオル。これどこまでタフな人生を送ったら。そうですね。もう何をしてたんですかね、この人。なんか D ライオク本当に炭鉱から出てきたっていう。マジで。そうですね、古いカハートのやつなんですけど、もう僕とか大好物で。じゃあアメリカの炭鉱かな。そうです、おっしゃる通りですね。はい。相当タフガイだったんでしょうね。もうボロの美学ですよね。すごくないですかこれ。すごいですね。ここの冷蔵も。そうですね、イーストウエストとか好きで。はーい。イーストウエストって何、この辺のイーストウエスト。この辺があのコック KOK って言って、この辺とかが結構イーストウエストとか。はい。イーストウエストっていうのはブランドなんですかね。そうですね、レザーブランドなんですか。そうです、そうです。あの70年代にあのヒッピーの時代にアメリカのフラワームーブメント的なやつ。そうですね、西海岸でっていう感じで。そうなんだ。じゃあもともとヒッピーカルチャーから来てるんですね。そうです、ヒッピーですね。懐かしいグループ出ますね。これで、はい、これで。どれいきます。これもちゃんと大切なとこだからね、これ取る。いいですか、これで。おお。はい、やっぱ京都のダンディズムは今スマートですね。スッと、スッと。やっぱり歴史があるね。スッと。いきますね。これはイースト？イーストベストですね。はい。こういうもう好きな人これ大好きな人。もうデザインがやっぱもう独特な感じで、で雰囲気もあって、後ろもそうなんですけど、やっぱあの形綺麗で。でもこういうの着てもう気分的にはヒッピーで自由でいいだろみたいな。何にも縛られねえぞみたいな。そうです。でここにちょっと隠して。ここにね、はい。こういう音楽はどういうのを聞くんですか。僕ですか。あ、うん、あ、僕は幅広いですか。あ、幅広いですね。こういう、はい、あれヒッピーのあの頃って70年代。70年代ですね。ウッドストックとか違うんですか。そうですね、おっしゃる通りです。スライ&ファミリーストーンとか。おっしゃる通りですね。ウッドストックとかそっち系ですね。はい。川村さん自体はどういう音楽を聴くんですか。これも戻します。はい、僕和物も洋物もそうですね、両方とも。両方とも和も、はい。和物と洋物でめちゃくちゃ嬉しそうなんか顔してますけど、ね、いやいやいやそうです。これなんですか。これチロルですね。はい、チロル。なんですかこれ。ちょっと民族系のね。はい、チロリアンってどこ、はい、ヨーロッパ。やっぱオーストリア。オーストリアの民族ですか。はい、そうですね。これケツ。いや、これ前ですね、フロントになります。これ前なの。はい、すごい装飾ですよね、鹿の角でボタンが。やっぱりところどころにアニマル入ってますねそうですね、ところどころに。そうですね、はい。これすごい。あ、そうですね。こういう使い方するんですか。そうです使い方はしないですよ。いやいや、用を足すときはそう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 。え、そうです、そうです、そうです。用を足すときはこういう使い方するってことですよね。そうですね、そこ開けてっていう感じですね。はい。これなんすか、これ。これドイツのロガーパンツって言われてますね。チコリ。はい、そうですね、はい、言われてますね。ロガーパンツ。ロガーパンツって、はい。ドイツだと、だからあれか、エレファントスキンっていうか。あ、確かそんな言い方を。おっしゃる通り、はい。これなんそれも、そう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 。これグルーヴ出てますよね。そうですね。反応すると。そうですね。それちょっと歩いたらダメですけど、はい。歩いたらダメですよね。歩いたらダメですね、はい。いや、これちょっと、すごいな。かっこいいです。すごいかっこいいです。なんか機能美ってか面白いですね。履きやすいですね、やっぱし本当に。うん。あとこのレザーの三角のこういうところも。そうですね、パイピングとかも非常に雰囲気があって。面白くないですかこれ。これでアニチューブ見てこれ全部なくなったら俺本当に痺れますよ。ロガー来たみたいな。そうですね。ロガー来たっつって。これでどうやって興味を持つんですか。いや、あの、やっぱしそうですね、あのイギリス、フランス、ドイツ、まあ、ベルギーとかも行くんですけど、でやっぱしこうまだ見てない服とかポンと出てきますよね。じゃあ今の私みたいなもんだよ。何ですかこれみたいな。おっしゃる通りです。僕らも向こう行ったらもうそんな感じです。はい。セゴビアみたいな、そんな感じですよこれ。そうですね。もし僕みたいな。はい。じゃあ、ま、同じような反応してるってことですよね。一緒です。僕らそうロガーでどうだよとか言ったらこれいいねみたいな。向こう行ったら一緒です、ね。分かるな、ジャポネーゼみたいな。日本人分かるなみたいな話。はい。面白い。お、このピーコートじゃん。USN か。これそうですね。いいっすよ。みんな最近何でも洋服がどんどん軽くなってるじゃないですか。はい。まあスニーカーも歩きやすくなってますけど。はい。やっぱね、これはグッてきて、これ鍛えられますかこれ。そうですね。ここらの筋肉も。重たいです。これ重たいですよね。重たいです。はい。でもこう打ち込みがすごくしっかりしてて。詰まってますね。はい。好きですね、この展望タンは。
形もこの時代のが一番好きですね。あれなんですか、あれ。あれね、なんか変形で、はい、何、なんかデザインものじゃない。違うんですね、デザインものではないんですけど、なんかすごく形がかっこよくって。これなんですか、これすごいですね、こうポケットが。何コートなんだろうこれ。へー、面白い。面白いですね、うん、アニコーナー作るの忘れてましたどうぞ。これで結構大きめですかこれ。いや切れるかな。あ、ちっちゃいねこれ。ちょっと小さいですか。あ、でも面白いですね。すごい面白い形ですね。なんだこれ、はい、何コートなんだろう。鏡でかへえ、面白い。あれ42でしたっけ。そう、44なりますね。ぜひぜひお願いします。今 G1 で大きめだとこれぐらいですか。これがいいサイズですね。7823の初期の方で皮がすごく柔らかくて。これ、なんだっけこの皮は。ゴートゴートで、はい、この後ずっとゴートですか。いや、違い、あ、ゴートの後あれだ、牛になっちゃうんだ確か。分厚くなって。そうですね、はい、でタグもここも白くなってったりとかね。そうです、そうです。これで44なんですかこれ。なるほど、これぐらい。あ、でも全然いいサイズですよ。これぐらいでもいいっすね。いいサイズだと思いますね。これいくつ、 3？ いや、これ結構小さいじゃないですか。小さいんですよ。俺 2が、はい、2を3枚ぐらい。あ、これ2だな多分。小さいんですよね。これ小さいんですよこれ。そうなんですよ。名作ですよこれ。名作ですね、ロシアの。はい、これライナーなのかな、アウターできるのかな。いや、僕写真見たらロシアの大砲部隊の写真はちゃんと出てきました。外に来てた、来てました、はい、タイトに来てました。来てました、これだけで来てましたね。ロシアの人もタイトでした小さめでした。それないですか、大砲の写真。そうですね、それ今ないですか。いや、ちょっと今ちょっと探してます。 あれしないとね。はい、これね、なんかね、縫ってあんだよね。そうです、そうです。もう絶対一回来たら切れちゃうような。そうなんです、数字 で、はい、で後ろにこの、はい、こうベルトがついてるんですよこれ。そうですね。あ、こっちはちっちゃい。こっちも小さいですよね、両方とも。はい、これいけるかな。あ、同じだよ。これですよね、2だもん多分ね。あ、そうそう、はい、そう、全然わかんないでしょこれ。これわかんないですね、はい、2だから俺持ってんのと同じだこれ。切れなくないですよ。あ、でも小さいのしか見たことない。切れなくないですけど、この切れなくないんじゃないですかこれ。はい、でもこの上を探してるんですよずっと。あ、これちょっと大魔人感もあって上なんですよこれそうですね。鋼鉄ジグってわかります。わかんないですよね。わかんないです。鋼鉄ジグだね。これね、やっぱここがパツパツなんですよね。オンスの軽い T シャツだったらいけるんだけど、ちゃんと前とか止めるとかっこいいですよねこれ。めちゃくちゃかっこいいですよ。ただ中着込めないですね、うん、まあもしくは裸っすね。あ、いいです、もう中裸でガッと締めて絶対脱がないっていう、はい、だこれインスタで見た時気になってたんだよ。あ、インスタでなんか3枚ぐらいバーってやってました ね、はい、通販不可ですってふざけんなよって言ってましたね、はい、やっぱこう数少ないものは通販じゃなくて実際店頭で販売っていう。そうですね、そうですね。こういうとこにこうレッドとかあるとこがまた。そうですね、なかなかパッチまでついて。これでもちっちゃいですね。そうなんです、大きいの結構売れちゃいましたね。はい、懐かしいですよね。89年90年かなはい、懐かしいですね。これ分かる人いるかな、はい、これ相当ちっちゃいですけど、これファーストですね、最初の時かなこれ。そうですね。いや、これやばいっすね。これいいですよね、かっこいいですよね。かっこいい。これジャケットはないですか。ジャケットも全部売れちゃいましたね。全部売れちゃいました。はい、なんかファーストが良くないですか。やっぱあのマルジェラさんがやっぱりデザインしてたっていうのがやっぱり、ね、なんかやっぱりロッキーとかもうワンがいいじゃないですかです、ね、あのスニーカーとかも例えばワン、ツー、スリーとかあるじゃないですか。はい、やっぱまあでもロッキーは2結構いいなアイオブザタイガーってロッキー2だっけ、違うか、ロッキー2だっけこれはいいっすね。名作ですよね。これ名作です ね。こんなとこに潜んで、これ1年前もここ潜んでました。これ潜ましましたね。それは1年前からこういうふうに潜んでて変わってないものもありますよね、はい、もちろんあります。ずっと温めてみたいな。もちろんありますね。こんなんとかが多分お好きそうな。うわ、すごいですよね。そっか、モンさんってワークウェアいろいろあるから、そうですね、モンスキンだけじゃないんですね。そうですね、これとかまあもう本当に
色気のあるズボンです、ね、これはリペアしてるのかこれ。もともと当時のものですね。はい、でもいろいろ工場系だったりとか本当のワークの人たちほとんどの人が履いてたっていうのはやっぱお聞きしますね、うん、膝をつく仕事かな、なんかなんだろう、すごいですよねパッチワークの。全くその生地がちょい違いぐらいな感じが、うん、いいですよね。いいっすね、折り込みストライプみたいな感じで。だってケツ行くって相当激しい労働環境ですよ。そうですね、そうですね、それだけ家族を養うか愛する人のためか、はいはい、もう死に物狂いで、まあもう本当そうだと思いますよ。じゃなかったらここまで履けないですよね。履けないですよね。こういうパンツもいいっすね。これもちょっとアニコーナーがかかんなくなってきましたけど、これもアニコーナーですか。やっとバーバリーにたどり着いてきました。やっとバーバリーですね。やっと結構今回この辺のツイードはすごくいいのは、ああなるほどね、ローデンですね。この名作のローデンとか、本当にこれもローデンだと。これはレディースのローデンですね。色がいいっすよね。はい、色がこちらメンズのローデン。この紐いいっすね。そうですね。これ縄文時代の。縄文時代のやつで、もう自分でこさえてやってますね。かなりこれなんかいいっすよこれ。はい、やっときましたね。やっときましたね。結構ちっちゃい、これちっちゃめですか。あ、いや、もうバラバラに入ってますね。この辺も全部。はい。もうその辺とかも。はい。これが今日着てる感じに違うかな。ポリ60とか70ぐらい。ああ、そうですね。一枚袖のネイビー。なんかね、逆にポリ、まあ、本当は試薬がいいとかいろいろあるんですけど、はい、なんかポリはポリの良さあるぞみたいな。あります、着やすいですね。なんか生地のなんかストーンと持ち方がちょっと違うんで、本当、うん、バーバリー好きなんですね。すごいありますね。もうこれもすごいですね。全部マフラー、そうですね。向こうが奥が全部カシミヤ100ですね。こっちはカシミヤ100、カシミヤ100で、こっちがウール。これ結構最近のものですか、古いものも。そうですね、80年代前後ぐらいなものから90年代とか。はい、基本的にでもバーバリーチェックは昔も変わらないですか。そうですね、僕らあの高校生の時からやっぱり人気やって、はい、そうですね。高校通学する時は高校に巻いてたし、もうみんな、もう可愛い女の子はみんな巻いてましたね。今はもう あんまりいないですよね、巻いて。そうですね、そうですね。やっぱそういう思い出とかあります、高校生の。めちゃくちゃ思い出ありますね。はい、あのこのレザージャケットはすごい気になるんですけど、はい、ちょっと教えていただけますか。もうぜひぜひぜひ。どっちからどっちから行きますか。もう真ん中から。真ん中、これすごいかっこいいです。バイク系ですか。そうですね。もう何ジャケットですか。ライダースで、まあ、アビエーターっていう人もいるんですけど、はい、はい、もうライダースの中のやっぱもう一番有名どころのライダースになりますね。はい、はい、なんていうブランドなの。ピータースっていうブランド。ピータース、はい、あのサンフランシスコ、アメリカのサンフランシスコのもう超有名な。なんか襟のディティールの感じも独特ですね。そうですね、これが通称イカエリって。イカエリ、イカエリって僕たち言うんですけど、イカちゃん、イカちゃんですね。イカちゃんとかって言うとイカエリ好きな方はムッって感じなんですか。そうですね。エビはないんですか。エビはないんですよね。エビはないんですよね。このここ襟の形ちょっとイカっぽい感じで通称そう言われてて、そうですね、そうですね。それはこのピーターズってこの、ブランドだけの独特のディティール。もうそれがもうやっぱしこの年代の中でももう特徴的なのがもうこのイカエリって言われるこれですね。はい、で、あのボタンを取るとこう前は全部閉まるんですか。はい、そうですね、閉まる感じになって、もう独特なフォルムでかっこいいですけどね。これちょっと閉まったとこもちょっと見て。ああ、もちろん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 。すげえな、これボタンもちゃんとこうやって閉じれるんですね。そうですね、こういう感じになってて、イカの扱いがすごいですね、やっぱね。ベテランスでも。そうですね。これもでも結構球数すごい少ない感じですか。いや、もうほとんど市場には出てこないですね。もうほとんど出てこないです。年にこれぐらいの状態だともう年に何着あるかないか。もう年に1着出たらホームランですね。はい、年に1着出たらホームラン。はい、もう出てこないですね。はい、やばいですね、これ。はい、これで。このボアもちょっとかっこいいですね。そうですね。ボア付きっていうのもなかなか珍しくてっていう感じですね。はい。背中やばくないですか、これ。もう背中がこれピータースの背中っていうぐらい特徴的な、もう背中ですね。これ今見てる人が見たら、もう僕たち大好きな人たちからしたら、もう背中見てピータースだって分かるぐらいな。ピーちゃんとか言わないですか。いいですね、ピーちゃん。普通なんですか、ピータースって。ピータースって言いますね、僕たち。はい、このなんかイカ襟を閉じた時に残されたボタンがセクシーですよね。セクシーですね、これ。セクシーですね、はい。これやばくない？これちょっと着てみても。ぜひぜひお願いします。
これね、はい、これのデッドとかって見たことないですか、ね、デッドはないんですけど、ピンピンはこの間持ってましたね。ピンピン、はあ、サイズ的にはこのぐらいのサイズ、これよりもうちょっとワンサイズ大きいサイズでありましたね、はあ、裏地がコーデュロイなんですね。裏地コーデュロイのとコーデュロイじゃないのとかもありますね、はあ、いやなんかめちゃくちゃかっこいいです。オーラがやばいなこれ、はあ、めちゃくちゃかっこいいです。うわやれ方もすごい、もうこの枯れた感じが好きですね。すごいっすね、はい、いかやべえな、まあ、これちょっとサイズがちょっと小さめですけど、はい、もっと大きめで着てもそうですね。これイカは閉じない時はここにボタンつけるもんですか。もう基本的にやっぱし着る人たちっていうのはもうこのスタイルですね。前はフロントは開けっぱなしでもうボタン閉めてっていう感じですよね。なるほど、どっちかってことですね。もうじゃあこれでボタンつけてないと、はい、やってんだよみたいな、イカ好きの方からするとそうです、ね、ちゃんとしろみたいな、そうそうスルメじゃねえんだぞっていう。で向こうの、 あの左のやつもいいですかちょっと。そうですね、はい、お願いします。これがロゴなんですか。そうですね、タグになりますね。あ、なんてか、あ、ピータース。うわー、もう、はい、かすかな印ですねこれも。そうですね、この35って何なんですかね。30と当時っていうかもう本当に 何十年前のほんの35ドルで多分売らはったんだと思いますね。いはい、これ襟取れるんですか。そうですね、襟もこう取れる感じで、はい、どうぞ。襟を取ったイカもかっこいいですよね。普通どっちなんですか、その好みですか。あ、好みですし、このタイプっていうのも非常に珍しいですね。ボア付きの取り外し可能な。逆にインカボア。そうですね、インカボア珍しいボア珍しいですね。このコーデュロイの色味もめっちゃいい。いやすげえな。でもう一つが、はい、これもかっこいい。これもかっこいいですね。これもポケットやばくないですかこれ。もう変形のポケットついてますね。ドラえもんポケットっていうね、うん、でボールチェーンがついて。本当だ、かっこいいですよね。これもバイク系。そうですね、やべえなこれも。かっこいいですね。なるほど、いやピータースが強すぎますね、やっぱね。もうちょっと癖、これはこれでいい、強いです ね、はい、散々なんかパンクやってないからあれ好きないとか言っといて思いっきりいいねとかまあ気分ですからね。そうですね、リスペクト、思いがあればいいですよね、うん、そうです。別にあの 中面持ってなくても思いですから、生き方ですからね、はいはい、この肩ポケみたいなディティでもよくあるもんなんですか。いやなかなかないですよ。もうこの本当にボールチェーンがついてディポケ、ここね、あ、ディポケなんだ。そうですね、ディポケ変形これは。そうですね、でここにあのペン差しって言ってペンも刺せるようなところがあったりとか、だいぶちょっとややこしいポケットがついてますね。いやこれやばいっすね。かっこいいっす、はい、やばいっすね。やっぱピータースやばいっすね。そうですね、ピータースがもう癖が、イカグルーヴがもう、もう癖が強くて、癖が強くて、これ癖が強くてすごいっす、はい、ですね、これすごいっすね、これ、はい、すごいですよね、もう行き切ってますよね、もうこれもう行き切ってますね、はい、行き切ってますね、行き切ってます、はい、ぜひよかったら。え、マジっすか。はい、怨念とか残ってない。いや、単行からでいい、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。うわすごいですね。うわ、これは裏地がついてたものもなくなってるってことですか。そうですね、もともとついてたと思います。僕がやっぱりディーラーさんから購入させてもらった時にはもう、はい、マジ？ブランケットは外されてましたね。これやばいわ。すごいですけどね。もうなんかかっこいいですね。かっこいいですよね。かっこいいですよね。そんなにこんだけダメージがあるのに、すごくなんか大人が来てもここやばいっすね、うん。そうですね。そうですね。ペンキ被ってますね、多分。うん、かっこいいです。うわ。これなんか結構強一ですね。いや嬉しいですね。雰囲気はもう僕が一番好きな。これ強一ですね。せっかく京都にこう1年ぶりに来れたんで。そうですね、なんかやっぱり桑原さん の、 その、青春が染み込んだ丸々中学校、はい、丸々中学校、そこ今が2人で行って、いいですか、もう思い出語る か、 いいですか、まあ、ちょっと、まあ、ちょっとね、ちょっとブラブラして、はい、まあ、まだ私も酔っ払ってないんで、まあ、あとお腹も空いてきたし、食べに行きましょう、食べに行きましょう、まあ、ちょっとブラブラ しながら、まあ、このここら辺とかあそこら辺とか、もしくはフリーメイソンとか、そうですね、そういった話がね、はい、できればいいと思うんで、はい、じゃあちょっとこっちの方行きましょうかね。はい、行きましょう。いや
やなんかいいっすね。そうですね、雰囲気あって、なんかちょっとすごい老舗ってか、なんかこううなぎグループ感じるんですか。もう超一流です、超一流です。リオン梅、梅の井、梅の井ですね。はい、いやーやばいっすね。もうすごいっすよ。はい、ここに入るとあのいろんなジャケットとか、はい、イカジャケとかいろんなものが見えてきますよね。見えてきますね。ヴィンテージの何かも全部見えてきます。はい、そうです、そうです。はい、いやー、ですね。はい、すっごいですね、これ完全予約制。はい、いやさっきですね。はい、すみません、やばいですよこれ、グルーヴがやばいです。失礼します。こんにちは、すみません、ありがとうございます。いや京都来てよかった。1年前に旦那酔っ払って行ってよかったっすよ。いやいや嬉しいです。ちょうど1年ですもんね。丸1年ですね、丸1年です。すみません、1年も変わって。いや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 、何を言ったのか、ちゃんと嬉しいです。来ると言いながらも、いやいやいや嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。夢が叶いました、ね。はい、ありがとうございます。はい、ここで、はい、すみません、ありがとうございます。はい、これでやっとホーミーの酒漬けを買わせます。いやいやいや、京都で乾杯ですね。はい、ホーミーズ乾杯です。そうです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。今日初ビールで珍しいですよこれ。うん、おいしい。おお、さすがですね。ほどほどに。いや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 、1日酒は2杯ぐらいのがいいです。いや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 、うなぎはたまには食べられますか。大好きですよ。大好きですか。あ、よかったです、よかったです、ありがとうございます。はい、肝に。ありがとうございます。肝に折れますか。肝に、ありがとうございます。これいただいても、そうです、どうぞ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 、いただきます。いや、肝煮、いただきます。どうですか。うん、間違いないですか。間違いない、うまっ。よかったです、よかったです。わあ、美しい。わあ、すごい。手前のわさびとお塩で召し上がって。白焼きやばいっすね。白焼きすごいですね。これやばくないですか。うわ、たまらんっすねこれ。これはもう絶品ですね。いただきます。うわ、ホーミー、ホーミー、ホーミー、これ焼けてくれますね。めちゃくちゃ美味しいです。うまいです、これ美味しいですね。ふっくら具合なんですかこれ。ふわふわですよね。ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。美しいですね。もう玉手箱ですよ。もう玉手箱、玉手箱です。こちら、美味しいです。100年のすごいですね。マジすごいっす。すごいっすね。グルーヴとかって言えないっすよ。もう100年、もうもうボケらんないぐらいのこのじゃあ行かせてみます、はい、そんな、すみません、本当サングラスしてます。うわー、これまたもう米見えないですね。米見えないですね。素晴らしいです。うわ、本当に厚みっていうか全然違いますね。もうツヤもツッツヤでも う, ーん、ね、うわ、これ美味しいです。うわ、コロナ禍だから握手できないですね。そうですね、そうですね、陰謀、ホーミー、家族ですね。もう家族ですよ、家族です。これは仲間ですよ、もうこれは。これは仲間ですよ、仲間です。もうこれどうなってんですかこれ。これ見えますこれ。こうじゃないですか。これ笑うでしょこれ。ふぐふですよこれ、ふぐふ。でもまあちょっとこのこっちここら辺からこう。うわ。うわ。もうねつい。うわ。良かったです。家族です。良かったです。良かったです。良かったです。家族です。今までいろんなうなぎ食べてきましたけど、うまい。そういう次元じゃないですね。ね。これがホーミーなのかな。あの唯一まあ言えることは、まあやっぱり一期一会だと思うんですね。
今日レザージャケットに出会ったりとか、はい、で最初に桑原さんにお会いした時もやっぱりまあ本当一人で申し訳なかったんですけど連絡もせずにいや何もお願いしますみたいな何もそんですかみたいなそこからなんかこっちもアルコール入ってて申し訳なかったんですけどその縁があって1年かかってこうやって再会できたってことは本当になんか縁っていうかねまあそれでタイミングもあると思うんですっごくねすごく嬉しいっすいやこちらこそ本当にありがとうございます嬉しいですなんでまあなかなか油断できない世の中で、はい、周りに迷惑かけないようにまあ京都ローカルの方はまあ本日に行っていただいていやありがとうございます、まあ、そういう行ける機会があったらぜひね、はい本日に行くと、はい、心は本日になれますからいや嬉しいですねありがとうございます結局そこのなんかつながりだと思うんでねまあそういうことで嬉しいです、ね、ありがとうございます、まあ、じっくりこのうなぎを楽しみたいんで、そうですね、たのしますはい、はい、また来週で、はい、じゃあまた来週チャンネル登録お願いします京都に来たらうなぎは祇園梅の湯祇園梅の湯梅の湯ですね